の日からドキドキしてたんですけど、すごい皆さんのおかげで楽しかったです。尊敬するなって思いながら2人で一緒に作り上げていった感じでしたね。リアタです。お願いします。いやいやいや、ついにですね。ついにこの日がお会いできて嬉しいです。こちらこそ。いや、なんか私リアハタで、高畑さんで同じハタ、ハタハタで、すごくさっき気づきました。本当ですね、ハタハタコンビで。そうです、同じ時代になってきましたけど、でもなんかこんな機会でこうお会いできて嬉しいです。こちらこそ、多分なかなかお会いしないジャンルというか。そうですよね。なんかいろんな人をこう分けた時に、うん、私と一番遠くにいるやべー感じがあるから、なんか憧れに近いというか。私もダンスしてて演じる職業なんですけど、でもこう誰かになるっていうよりは、こう自分の中のなんだろう、こう見せてない部分を表現するとか、なんかそういう表現なので、ダンスとかエンターテインメントって、うん、俳優は割とこうセッションというか、いろんな人とお仕事するので、うん、影響いっぱい受けて、うん、どんどん自分もじゃあ1ヶ月後同じこと考えてるかっていうと分かんなかったりとか、うんうん、変わってってる感じがありますね。なんかやっぱりこう自分のやりたいスタイルとかをこうまずはこう確立してこうトップに立たないと説得力がないなっていうのが20代だったんで、まずは自分 の, その得意とするスタイルを極めてみたいな。でそれをなんかこうやり遂げたなと思ったんで、今の30代からこうなんだろう、より自由なことに挑戦したりっていう感じで、あの一応若い頃からミュージカルをずっとやってたんですけど、はい、聞きました。なのでなんかでもダンスはあんまり得意じゃなくて、どちらかというとこう歌う方の方が多くって、なのでなんかかなりどうなるんだろうと思って今日バクバクできてます。劇場っていう部分と、あとはそのやっぱりコロナ禍でよくされてたムードからこうパッと解き放たれたようなイメージとか、あとまあリハタさんのそのちょっとストリートなイメージとかっていうのを掛け合わせられるような場所がどこかないだろうかっていうところで、モーグとして今考えているのがその2つ。でもいいですね、屋外、太陽の下で。ちっちゃい頃から私すごいミュージカルオタクだったんですけど、だから劇場に本当に、私もミュージカル大好き。あ、本当ですか、はい、やっぱなんか上がるじゃないですか、うん、それでなんかずっとこう劇場に通うのが普通だったから、今、まあ、やっとね戻ってはきたけど、うん、劇場に行くっていうのがちょっとハードルが一個できてきた感じが、うん、やっぱり行けない場所みたいになってましたもんね。そうなんですよ、なんか行ったらダメみたいな。そう、私この4つ聞かせてもらったんですよ、はい、で事前に聞かせてもらって、で逆にその高畑さんがやっぱミュージカルとかも好きだし、音楽多分好きだと思うんで、高畑さんの直感で、あ、これやってみたいっていうので、うん、あ、分かりました、はい、決めてもらおうと思ってます。なんか出だしてワクワクしたのは3つ目なんですけど、あ、この感じのやつ、なんかこれですか。そう、変4曲目はかなりソフト、優しい、かなり優しいから、うん、こう例えばすごい晴れたらこう全部がぴったりすぎるかなっていう感じでした。あー、なるほど、サプライズがない。あ、わかんないですけど、うん、今感覚で喋ってます。めちゃめちゃラップな感じだね。こういう、でも高田さんがこういうちょっとなんだろう、こう
変なっていうか、なんかでもこう面白い音楽が好きっていうのが分かったんで、なんかこういうテイストで、でもなんかこういうあんまりラップじゃない感じの、うん、なんかあったらいいですよね。でもなんか今こう話を聞いてると、やっぱりそういうなんか変化球とかに興奮するっていうか、こういや、そう言い方、言い方です大音量で聞くとやばいわ。結構やばいですね。どうですか、また変わるとこ聞いてもいいですか。後半聞きたい。なんかありましたよね、ちょっとローになった時に、ここかっこいいですよね。ここかっこいいぶっ飛んだ感じ、うん、まあ、ぶっ飛んでるなっていうのとあと今日なんかテーマが多分静とどうもあるけど、うんうん、バーン出るとこと無音が効いてるなと思って、うん、もうなんかせっかくだから、うん、あんまりやったことないことやりたいなっていうのは、やってほしい、見たいですね。曲はめっちゃかっこいいと思います。でもビビってます。レイハカさんがクリエイターさんだから、ピタッとくっついてなんか面白いものが発見できたらいいなって。やっぱり喋っていくうちに、そのクリエイティブさとか、天性でこう持ってる人しか持ってないような、なんかこういい意味で、あ、ぶっ飛んだ人だなと思って、すごいなんか一気に心をつかまれましたね。お願いします。どうぞ。すごい。最近体動かしました？いや、踊ったりはし、あ、でもミュージカル、ジムは週1くらいで行きますか？ストレッチ。でもなんとなく流れ作りました。いや、なんかできたって聞いて。できた。ありがとう。できた、できた。でもなんかこう、自分をこうなんか解き放つ感じで、急にジャンプします。1、2、3、4。じゃあジャンプしたままなんですけど、顔をブン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 。面白い音がいっぱいあって、すごい意外性のある選曲だし、かっこいいなと思ったんですけど、やっぱりレイハカさんの振り付けが早す、あの、つけるのが早すぎて、こんなにすぐ振りって考えれるんだと思って感激しました。私も結構なんかその独特なダンスをするタイプなので、なんかその、まあ、人によってもヒップホップとかもバラバラなんですけど、私が結構もう本当にもう男なのか女なのか関係ないような筋肉を使いたいみたいな感じで、ジムも好きなんですよ。だから最初ジム行ってみたいな。だから結構私もこう肉体的な踊りが好きなので、なんかそれが合うかなと思ったんですけど、なんか発散したい感じがすごい伝わってきたので、それでなんかパッてこうぶん投げる振りとか、頭をこう振る振りとか入れて、そしたら見事になんかやってくれたんだ。リズムの振り方が地面にとのこうアタックが強い感じで、それがこうそういうかっこいいダンスを見たことはあったけど、自分がその中に入ることってなかったし、想像もしてなかったから、こんなリズム初めてだと思いながら。すごい。すげえ。あ、ここ好き。すごいんだけど。すごい。すごいっすよね。結構これびっくりしますね、ヨガ。ジムとか行きました。ちょうどあの1回目の次の日に行きました。行ったら筋肉痛が、うん、いや、でも私はあの時やばかった。なんか首とかやばかった。普段使わない筋肉が、うん、ですね。この辺がいいって感じですか。そうです。はい、でもなんか映った時にあんま動いてもそれがエネルギーにはあんま見えないですよね、多分。なんか動きがまあ見えながら、なんかこの辺はね、ちょっとあった方がいいなって、うん、あの動く余地が、はいはい、普
段ファッションシュートとかでもなかなか身につけないものっぽい感じも着てみたいなと思うし、なんでしょう、でも動きがかっこよく見える服を着たいですね。そのなんか風がにすごく綺麗になびくものとか。いいですね。こっちの方が普段なんか着たことない感じかもしれない。襟がなんかこう一つの表現に縛られてませんとか、そういうなんかカテゴリーとかこうなんだろう、そういうのに縛られてないっていうのをなんかファッションでなんか表現できたらなっていう。でも初めてのことなんであまり気張らず、なんか楽しかったなと思って終わりたいので、その場その場でワクワクしながらリハタさんについていきます。まあ、多分私みたいな職業の人とリハタさん、ダンサーさんがコラボってかなり異色なので、その意外性も楽しんでほしいし、今多分ちょっとこう土の中でみんなじっと我慢してる状態だと思うので、でもそのうちいつかポンと外に出れる時期が来るだろうし、そう信じたいし信じてるので、そうな、それをこう身体表現っていうので、なんかこう未来にちょっと明るい気持ちを持っていただけたら。本当どうなるか全然想像つかなかったんで、あのリハの日からずっと不安っていうかドキドキしてたんですけど、すごいあの皆さんのおかげでなんかいい撮影になって楽しかったです。なんかこうやりながら作り出していく、なんかこの2人でこう想像していく感じが今日すごい楽しかったですね。リハタさんのダンスに合わせてどんどん動きがこう2人で合わせて変わっていくっていうのがあんまり普段の仕事だと経験できないことだったんで、すごい楽しかったし、なんだろう、なんかあんまり感じたことない気持ちです朝から結構
実際にここの現場に来て、なんかやっぱり即興でここはやろうとか、結構高畑さんにもその場でこうダンスをこんな感じでダンスしましょうとか、こうリハーサルでしてなかったことがどんどん追加されて、で本番どうなるかなと思ってたんですけど、やっぱりこうやっぱ着飾ってメイクしてその状態でやっぱり2人ともスイッチが入るとどん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 こう対応していくというか。あ、でもジャージとかで稽古してるとちょっとやっぱりなんだろう、まあ普段ダンスやってないっていうのもあって自信がなかったりとか、こうこれで合ってるかなとか思っちゃうんですけど、こうやって衣装とか着せてもらったり髪やってもらったりメイクしてもらうと、いやそんなのってなっちゃうっていうか、なんかそういう恥じらいみたいなのがポーンって飛んでってすごく楽になるというか、動きとしては私がこう彼女を引っ張っていかないといけないなと思って、今回ダンスを彼女が挑戦するっていう企画なので、動き自体は私が教えてるんですけど、階段がの先に何か明るいものが見えてるような感覚をちょっと感じて、なので走り出してこう登っていくみたいなのは、なんか登りにくい土の壁をでも掴んで登ってって、最終的にこう上にたどり着いて、希望というかそうなるといいなっていう感覚でやってた記憶があって、世界観を先に摘み取ってくれるっていうか、こう物理的な動きというよりもその感情とかこう世界観とかそういうもので反応してくれるから、なんかもう10教えることをなんか1教えればもうやってくれるみたいな。だからこじつけると今の現状に近いなというか、早くなんかもうちょっと気楽な毎日来ないかなみたいな、こう望みも託して。